それからは赤ちゃんをなるだけ宙に浮かしています。宙に浮かすってなんかこうやってふわーって浮かしてるみたいな。お二人はまあ今年の2月に待望の、はい、お子さんもご出産されたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ダニーはどうですか、やっぱ気になりますか。気になりますか。いや気になりますよね。そうですよね。先日ちょっとダニーがどれぐらいいるかっていうので、はい、いるんかなっていうのを調べたら 2,3 万とか言ってたらもの桁が違いましたね。え100万ぐらい100万とか。え例えばベッドとかに、ベッドとかに調べた。え調べたっていうのは何で教えてもらったんだよね。はい、ああそうなんですね。です参考で。なるほど。普通に生活してたらそれぐらいはいるという。そう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 。え100万。100万です。やっぱそうなんです。まあ目には見えないみたいなんですけど、はいはい、それはいるらしいはい。はい、そのまあ、あの赤ちゃんは特にこの皮膚が柔らかいので、うん、その柔らかいとこを好んで刺すということなので、刺されやすいということなんですが、ぴったりやほんなら、あのこの対策的なことはどうですか。はい、だから最初はなんかこう太陽に当ててとか、はいはいはい、でいいのかなとか思ってたんですけど、うん、またこれもこの前勉強した時に、はい、太陽だとちょっとなかなか何が死滅しないよっていうのも教えてもらったりとか、なのでそれからは赤ちゃんをなるだけ宙に浮かしています。怖っ。またこ宙に浮かしていますどういうこと。宙に浮かしてなるだけこう下に置かないようにして。なるほどね。下に置かないように抱っこしたりってことですね。そうですそうです。そう言ってください。宙に浮かすってなんかこうやってふわーって浮かしてるみたいな。なるほどなるほど、はい、なるほどね。丸山さんとそれから本並さんのお二人に質問させていただきたいんですけれども、はい、まあ、お二人現役時代もポジションがかなり違う、まあ、フォワードとゴールキーパーということでしたけれども、うん、子育てでも例えば分担がはっきりしてたりとか。基本的に家事は僕が料理が全部やるんで、はい、そうですね。そうなんです。あとやっぱりこう本当にゴールキーパーだからかもしれないんですけど、なんかこう抱っこの仕方うまいよね。あ今までボールをこう散々キャッチされてこられた、はい、そうです。だから子供がマジで、子供はボールじゃないけど、いや分かってますよ。本当に子供がマジで泣き止むんですよ。だから私で泣いては泣いちゃって、こういうふうにずっとあやしてても泣いちゃうから、本並さんに入って渡したら全く泣かなくて。コツはあるんですか本並さん的に。コツなんでしょう。ボールのように優しく進む。でもほんまにそうなんかわかんないですね。もうこうですね、弾かないようにしてほしいなって思う。急に何かいきなり飛んできてるから赤ん坊こうボレーシュートされないでしょ。そうですけど、なんか急にこのサッカーのモーションに入っちゃったりとかしてみたいなのあったら怖いなって思っちゃう。すごい。わかります。わかりました。絶対わかれへん。ありがとうございました。その質疑応答の質問されて答えた後わかりますっていうやつ気になっちゃう。怖いんですよ。ありがとうございます。